今回は、実家にも変化が見られるという話題をお届けします。平野翔さんは、今年7月7日にジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明さんが代表取締役社長を務める、t u b e に合流することを発表しました。同時に、平野翔さんと神宮寺ゆ太さんが、それぞれ個人会社を設立したことも明らかになりました。平野翔さんの会社名は SH 色 SE。 神宮寺祐太さんの会社名は、KIN ゴルフダイジェストオンライン M です。この二人の新たなスタートに注目が集まる中、平野翔さんの実家にも目を向ける人が増えています。平野翔さんの実家は、愛知県名古屋市飼育にある三階建ての豪邸で、入り口には、紫色の滝が流れるという目を引く外観をしています。この邸宅は、平野翔さんの両親が住む場所であり、 近所でも知られた存在です。しかし、最近ではこの邸宅にさらなる変化が見られるようになりました。それは、複数の会社の表札が掲げられたことです。その中には、SH 色 SE と KIN ゴルフダイジェストオンライン M の他に、リクという会社の表札もあります。リクは、 平野翔さんの弟である陸さんが手掛けるアパレル事業の会社名です。つまり、平野翔さんと神宮寺勇太さん、そして陸さんは、それぞれ個人会社を設立し、平野翔さんの実家を拠点として活動しているということです。この三人がどんなビジネスを展開していくのか、今後の動向が気になりますね。では次に。 平野翔さんがどんな家庭環境で育ったかについてお話しします。平野翔さんは、1987年2月1日な生まれで、現在26歳です。幼い頃から芸能界で活躍したいという夢を持っていましたが、その背景には、母親思いであることが大きく関係しています。平野翔さんは3歳の時に父親と死別しました。その後、母親は再婚しましたが、 再婚相手とも離婚しました。そのため、平野翔さんは、母親と弟だけで暮らすことになりました。母親は、美容師やモデルなど様々な仕事をして生活費を稼ぎましたが、それでも、貧困状態でした。僕ら家族3人で暮らす部屋っていうか部屋じゃなくて倉庫みたいな場所だったんですよ。そこにベッドとかテレビとか置いて、そこで生活してたんです。明星 2022年7月号平野翔さんはこのように極貧時代を過ごしたことをインタビューで語っていますその中で母親のために芸能界で成功したいという思いが強くなりました母親も平野翔さんの夢を応援しオーディションに連れて行ったりレッスンでよく面したりしました僕が何か人生で大きな決断をする時の判断材料の一つに 母親に喜んで欲しいってことがある気がします。明星2022年7月号、平野翔さんは、このように母親への感謝や愛情を表現しています。母親との絆は、平野翔さんの人生の原動力となっています。さて、平野翔さんの実家には、紫色の滝が流れるという語定ですが、その中で暮らす母親もまた話題になっています。 母親は若くて美人で。母親は若くて美人で。母親は若くて美人で。僕はそれを見て。お母さん。やめてください。って言うんですけど。いいじゃない。楽しいんだもん。って言うんです。明星、2022年7月号。平野翔さんは。このように、母親の豪快なエピソードを明かしています。 母親は平野翔さんがジャニーズ事務所を対処したことについても、全面的に指示しています。お母さんは、やりたいことをやればいい、って言ってくれました。僕がジャニーズ事務所を辞めることを決めた時も、そうだね、そうしようか、って言ってくれました。明星、2022年7月後、平野翔さんは、このように、母親の理解や励ましを受けています。 母親は、平野翔さんの夢を追う姿勢を尊重し、自分も自由に生きることを楽しんでいます。最後に、平野翔さんが、トゥービーへの合流で、新たなスタートを切ったことについてお伝えします。平野翔さんは、トゥービーの一員として、滝沢秀明さんや神宮寺ゆうたさんとともに、様々な活動を展開しています。滝沢さんからは、 自分らしくやればいいって言われました。神宮寺君とも一緒にやれることが増えて嬉しいです。明星、2022年7月号、平野翔さんは、このように、トゥービーでの仲間や環境に満足しています。また、トゥービーでは、平野翔さんが得意とするダンスや歌だけでなく、演技やバラエティなど多彩なジャンルに挑戦しています。 僕は、今までダンスや歌がメインでしたが、演技やバラエティもやりたいです。いろいろなことにチャレンジしてみたいです。明星、2022年7月号、平野翔さんは、このように、トゥービーでの活動に意欲的です。ファンからも、トゥービーでの平野翔さんの姿が楽しみだという声が多く聞かれます。以上が、 実家にも変化が見られるという話題でした。平野翔は今年7月に滝沢秀明の Tube に加入しました。彼の行動は世間から注目を集めています。愛知県の中心部から車で15分ほどの静かな住宅街に目を引く3階建ての邸宅があります。入り口には滝が流れ夜には紫色の光で照らされます。 建物は高い壁で囲まれ、要塞のような外観です。表札はいくつか掲げられており、その中には、また、平野と一緒に金プリを脱退した神宮寺ゆ太と、平野の弟でアパレル事業を手掛ける陸の会社の表札もあります。この豪邸は、平野さんの両親が住んでいるとして近隣でも有名ですが、最近まで、 複数の会社の表札が掲げられたり紫の滝が流れることはありませんでしたその時二人とも個人会社を設立しましたそして平野の実家にも変化が見られるようになりました昨年7月金プリ脱退で揺らいでいた時期に受けたインタビューでの平野の言葉によれば僕が何か人生で大きな決断をする時の判断材料の一つに 母親に喜んで欲しいってことがある気がします。女性セブンの24日発売号では、平野が乗り越えた極貧時代や母親の再婚。平野が乗り越えた極貧時代や母親の再婚。8月5日にジン、神宮寺ゆうタが自身のアカウントから初めて一人でインスタグラムライブを行い、8月14日には、平野翔も単独でライブ配信を行った。両者 共に、同時視聴者数20万人を突破し、X でトレンド入りするなど、ファンはもちろん、ユーザーからの注目を浴びた。8月5日のインスタライブでは、神宮寺がグレーの T シャツにシルバーアクセサリーを合わせて登場し、カメラに向かってや、優しい表情で話しかけていた。また、自身のヘアスタイルについても話し、前髪を作ったが、 まだ慣れていないことや髪がすぐに伸びることを証し。